はい、皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は副選手使っていきたいなと思います。 A ランクが3枚、 S ランクが1枚しかなかったので突4が限界だったんですけど、もうスピリッツね3645と、まあ、これでも十分だと思います。まだ使ってないんですけど、個人的に今シリーズ一押しの選手です。まあ、副選手といえばですね、前からマスラという武器を持っていますが、今シリーズはそれに比べてツーシームが追加されています。まあ、まずはですね、マスラとツーシームを投手目線と打者目線で見ていただきましょう。まあ、まずは投手目線からですね。まあ、もちろん左ピッチャーなので、マスラは右方向に動きますし、ツーシームは左下に落ちていきます。まあ、ツーシームがいいなんでね、もうちょっと球威があれば強かったのかなと思うんですけど、これはこれで十分だと思います。次に打者目線ですね。まあ、まずマスラとツーシーム回転がすごく似ているんですけど、これをですね一瞬で見極めて打つのかなり難しいです。まあ、多少甘いコースに来たらですね、結構巻き込めて打てたりするんですけど、本当にコースギリギリに投げ分けられると、本当に打つのが難しくなるピッチャーなので、まあ、苦手な人っていうのはとことん打てない、そういうピッチャーになっていると思います。で、中継ぎと抑えにですね、自分がよく使う左ピッチャーというのを置けるんですけど、宮西選手、松永選手、金田さん、松井裕樹選手ですね。この中でも福選手最強格になってくると思います。リアタイの中継ぎピッチャーにおいて超大ピンチを持っている選手、持ってない選手、これね本当に全く別物なんで、一緒には考えたらダメです。この中では大ピンチ持ってるのが宮西さんと松永さんですね。この2人は超大ピンチが出てからこその強さなので、福選手とはまた違った強さになってきます。なので福選手を比べるのであれば、やっぱり金田さんとか松井裕樹選手みたいに大ピンチを持ってない選手になってくると思うんですけど、大ピンチのない左ピッチャーではかなり福選手強くなってくると思うので、使う人増えてきます。これはね本当に断言できますね。金田さんと松井裕樹選手より使う人が増えてくると思っているので、まあ、まずは今回ね皆さんにどういった強さなのかっていうのを見せていければなと思います。というわけでいつも通り2人目からね交代して出していきたいなと思います。というわけで福選手初登板です。リアタイで使うのは初めてですね。まずはマッスラでストライク取りに行きたいなと思います。本当にねビタビタの投げ分けですね。今ちょっとベストピッチが出なかったんですけど、まあ、いかにねベストピッチを出しながらこのコースビタビタに投げ分けれるかどうかだと思うので、もう本当に大事ですね。さあベストピッチ出ました。これはギリボール球になります。もうね振っちゃうんですよ。もう例えば2ボールでね絶対次ストライク取りに来るだろうとかいうところで、あえてボール球投げてあげるとか、まあ、そうやってね裏をかく配球であったり、本当に普通に投げていってもなかなか打たれないピッチャーなのかなと思います。そう、今のもね全然ボール球なんですよ、ストレートなんで。いやマジで強いと思う。さあ見てきますね。で他のね変化球も強いんですけど、初回はもうマッスラとツーシームだけでも抑えれるよっていうところを見せていきます。さあこれで外角からちょっと一回ツーシーム入れてみましょう。さあ今のもいいですね。相手も結構振り遅れちゃってるんで、ああやってセンターフライになります。さあ2イニング目ですね。まあ、ここからはちょっと変化球も使いつつやっていきたいなと思うんですけど、まずはマッスラからいきます。ちょっと全球マッスラで入っているから、もしかしたら狙い撃ちされるかもしれませんが、外れましたね。でねスライダーとカットがすごく強いと思うんですよ。結構ねスライダーとマッスラ自体でもピクッとなんか反応できないことがあるんで、さらにカットボールもあると考えるとこれは結構恐ろしいですね。ただちょっとカウントが悪くなりすぎましたと、一球ちょっとスクリュー挟みます。さあいいですね。このねスクリューもあるし、このね変化量1のフォークはもう最終奥義だと思ってください。もうなんかこうとどめを刺す一撃みたいなイメージでいいかなと思うので、今ちょっと打たれましたけど、もう追い込んで追い込んで相手の頭がマッスラとツーシームでいっぱいになった時にひょっと投げてあげると結構打ち取れるのかなと思います。あとね右バッターの場合注意しないといけないのは、まあ、ここでねマッスラ投げたとしましょう。まあ、こんな感じで振ってくるんですけど、多少ね巻き込まれて、まあ、レフト前にポテンとか落ちる可能性があるので、まあ、そこだけはちょっと注意しないといけないかなと思います。ちょっとねこういう時に限ってベストピッチ全然出ないんですよと思ったら、左バッターをわざわざ代打で出してきたということは、多分ね右バッターの方が打ちづらかったんでしょうね。さっきツーシーム投げましたが、あえてマスラでいきます。さあ振ってこない、まあ、触れないと言った方がいいかもしれません。
ちょっと一回フォークいっときますか。打ち上げろ。おっと、バントの構え。おーおーおーおお、何それ。さあ今のはちょっと分かんなかったんですけど、1点もやるわけにはいきません。いや、ベストピッチでね。あー、これは甘かったですね。だからツーシームを投げるときは絶対にボールに投げるところに投げないと、結構狙い撃ちされたらあんな感じで飛ばされます。だからベストピッチめっちゃ大事ですね。ベストピッチをちょっとなかなか出せてないんで何とも言えないんですけど、本当にベストピッチ大事だと思います。さあいいですね。いや強いわ。ちょっともう1試合いきましょう。さあ1ローテ飛ばしている間にですね、クロートに上がったんですけど、結構ね時間かかりますね、これマッチングに。前回の動画でね、達人以上は、常人とマッチングしないと言ってたんですけど、クロート以上ですね。すいません、クロートのこと完全に忘れてました。というわけで、先ほど失点してしまったんで、もう今回は絶対にゼロで抑えに行きます。初球の入りすごい大事ですね。何でもかんでも振ってくる人の可能性があるので、初球ツーシームから入ります。さあ、オッケー。福選手マジでタイピンかコントロールあれば鬼でしたね。特にコントロールなんて、マスラツーシーム持ってるピッチャーについたらもうマジで鬼です。で、今回は変化球もね、時たま使ってやっていきます。いや、マジでベストピッチ出せねえ。なんか意識しちゃうと出せないくせ直したいな。いや、素晴らしいコースですね。で、逆に次は逃げていくマッスラ。さあ、ベストピッチ出ましたと。さあ、これを見逃してくる。こういう時にね、何投げるかすげえ迷うんですよね。まあ普通にちょっとマッスラでいきます。まあ甘めにね、マッスラはツーシームと思う人も結構多いんで、マッスラ投げます。さあ、オッケー。え、入るんこれ。え、うっそ。今回ね、ちょっと打撃は全カットしようかなと思ってたんですけど、今入るん。今めちゃめちゃ打ち損じたんですけど、縦すら、あ、ボール半個分か1個分ちょっと叩き損ねたと思ったら入るんですね。あれ結構風の影響もあった気がします。さあ、あと3人しっかり切ってゼロで抑えましょう。戦場であれば内角外角どっちも使っていっていいと思います。本当にどっちも使い分けれる。逆にね、使った方がいいと思いますね。もう散らしてあげればあげるほど結構打ちづらくなってくるピッチャーなんで。今まっすらね、捉えられたんですけど、こういう時は外角外します。あー、今よう見たな。で、次入れますか。やばい、ベスピーが出ない。おー、今ギリギリボールでしたね。まあツーシームいいでも結構いけるな。まあ、若干ツーシームいいね、きつい部分あるかなと思ったんですけど、やっぱり戦場に投げてあげればいけるかなと思います。先ほどの試合みたいにですね、ツーシームがここら辺に入っちゃったら結構打たれること多いと思うんですけど、まあ、しっかりとね、ボール球に投げるときは投げ分けれれば、まあ、いけるかなと。ちょっとね、ベストピッチ出なさすぎますね。さあ、カットボールもしっかりあります。で、一回必殺技出しておきましょう。フォーク、頭なかったら打ち上げるでしょ。 OK、 もう三振取れちゃいましたね。結構ね、変化量1のフォークとマッスラ似てるんじゃないか説っていうのが自分の中であって、まあ、実際にね、打席に立って見たことはないんですけど、まあ、今の空振り見る限りワンチャンありますね。もしかしたら回転似てるかもしれないです。いやー、素晴らしい。右バッターに対しても結局ね、外角内角どっち使ってもいいかなと思います。まあ、こっちで気をつけるべきなのは、マッスラをストライクに入れないことですね。まあ、しっかりと外してあげる。ツーシームを意識させてボール球のマッスラ振らせるのが一番理想なのかなと思うんですけど、ちょっとスタミナ切れてきましたね。これはね、一回スクリューでファール取って、またフォークでアウト取りきます。よしよしよし、狙い通りで、フォーク投げましょう。また空振り三振。あぶねー、今全然待ててましたね。さすがに2度は通用しないかということで、どうしよっかな。まあ、普通に外角外します。さあ、見てくると、ちょっとね、さすがにマッスラツーシームスタミナ切れて曲がらなくなったら、もうどっちもあんま変わんなくなってくるんで、この1球怖い。あー、よかった。いや、強いわ本当に。
わけで副選手使っていったんですけど、まあ、予想通り強かったですね。まあ、個人的見解としてはこれから中継ぎの副選手っていうのは必須選手になってくるのかなと思います。まあ、入れてなかったらなんで入れてないのぐらいの選手にはね、なってくるはずなんで、まあ、まだまだ先のことなんですけど、選択契約書でね取ることもお視野に入れていっていい選手かなと思います。あとはシリーズ2の特能に期待ですね。球種変わる可能性もちろんあるんですけど、球種が変わらずに超タイピンチとかつけば中継ぎで最強の投手になると言っても過言ではない選手になってくるんで、球種が変わらずに特能だけ変わればさらに面白くなってくるピッチャーなのかなと思います。福選手パネーという方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それでは皆さん、さよなら。